カな。報告いたす。愚か者めが。いざ出陣せん。お任せよ。皆の者、力を示せ。全軍突貫。全軍突貫。行くぞ。これぞ老練の戦術というものじゃ。の牙に砕けぬものなし。行くぞ。進め。行くぞ。チッ、やられたか。進め。進め。お前ら一気に片付けんぞ。お前ら一気に片付けんぞ。行くぞ。ついにやられたか。
よろしいか。うむ、容易ではなかろう。活用せん。はっはっは。知恵を借りたい。検索いたす。始めるか。やるとしよう。もちろんお受けします。やるとしよう。ふん、こうなったか。報告いたす。ふん、こうなったか。うむ、承知いたした。聞いてくれ。どうしたものか聞かせてくれ。承知いたしました。やるとしよう。話がある。承知いたしました。もちろんお受けやるとしよう。おかわりありませんか。かまわん。失礼する。光栄にございまする。守備はこのように。うむ。失礼いたす。何のようだ。報告にございます。そんなことが。いいだろう。報告をお聞きくだされ。は
ありがたく。やるとしよう。母、この件どう見る？思いついたことがございます。それは道理に合わん。うむ。そんなことが。刮目せい。承知いたした。お任せを。行くぞ。向かうぞ。話がありまする。ふふん、交渉か。無礼者めが。もう一度申してみよう。失礼する。お断りする。我が意押し通させてもらう。おのれ、愚か者めが、逃さんぞ。共に語るに足らん。覚悟せよ。いざ新孫文代の前に立つ。我が力その身で知れ。行くか。申し上げます。なんだと。ふん、こうなったか。厳しいかと思います。うむ。進軍だ。したくせい。
いざ出陣戦。全軍突貫。行くぞ。戦の駆け引きを虎の牙に砕けぬものをなす。喉に気概を見せよ。進め。部活がこれでどうです。虎から突き捨てばその身に刻め。部活か、これでどうです。これまでですか。進め。行くぞ。皆全力を見せよ。みんな一気に勝負を決めようぞ。皆全力を見せよ。なんておしまいですか。行くぞ。皆全力を見せよ。皆の者、力を示せ。せ、やられたか。
父上が。バカを申すな。遡ること数刻、孫権は本陣を挑発した敵を少数で追っていた。危険でございます。何もあの程度の兵を御自らお厚とも。あの程度の兵に侮られ、孫家の誇りは守れるか。しかし誇りを守れずして野望を口にする資格などない。ダメです。伏兵に囲まれています。もはや脱出は。そうか、かかったら孫権、安い挑発に乗り寄って所詮は兵法も知らぬイノシシ武者よ。薄汚い口を閉じよ、ザコメが。貴様の首を取り結露を開く。ここで散るならばそれもまた天運。我こそ高等の虎孫権、誇りに生き誇りに死ぬ者ども、特艦。撃て。乱戦にて捕縛した敵将高祖によれば、孫権様のご遺体はすでに流氷の陣に。高祖の身柄と父上の遺体の交換を流氷に持ちかけよ。はっ。父上が示された誇り、今の俺にまだ守る強さはない。なんたる無力、なんたる堕弱。ああ父上、お笑いくださいますな。この孫白虎、我が未熟なる牙を研ぎ上げ、必ずや中原に孫家の風を吹かせましょうぞ。無念の孫策は孫権の遺体を葬った後、劉表と対抗する演術にその身を寄せる。ほとばしるほどの怒りと孫家再興への意志、そして父より継ぎし誇りと野望を胸に。